新鮮安心みなべフルーツ。今回は毎日野菜や花に囲まれながら心豊かな日々を過ごしている稲垣富子さんをご紹介します。いろいろと少しずつですけども、なんて言いますか、夏は夏野菜、冬は冬野菜で、今はブロッコリーとかネギとか白菜とか大根を作っております。健康でいられるのは野菜作りのおかげと話す稲垣さん。毎日畑は見に来て、あ、今日はこれはちょっと虫がついとるなとか、あ、これは肥料をあげやなあかんなとか、育ってくれるのが楽しみなんですよ。毎日野菜とかを合わせております。健康のためにね、やっぱし畑で草取ったり耕したりいろいろやってると、いろいろと楽しみが多いです。そんな稲垣さんのおすすめ野菜は、おでんやお漬物に欠かせない大根です。総太りの青首大根で、8月の27日ぐらいに発種しました。柔らかくって甘みがあると思います。また稲垣さんのこだわりは安心な野菜を作ること。自分も食べるんですから、消費者の皆さんにもいただいてもらうんですから、安心の方が一番ね、安全安心が第一だと思って、できるだけそういう方面は気をつけております。皆さんに喜んでいただけるいいものっていうか、できたら自分の力でできるだけ頑張りたいと思います。私が丹精込めて作った大根です。美味しい大根ですから、皆様どうぞお召し上がりください。